はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんの治療とたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、以前のね、僕の動画内でですね、免疫抑制剤などをね、まあ、その他ある特定のね薬を飲んでいるとですね、グレープフルーツとかスイーティーなどのね、あと一部のその柑橘系のフルーツっていうのと、あとはまあ飲み物で言ったらルイボスティーとかをね、食べない方がいいよ、飲まない方がいいよとね、お伝えしたことがあったんですけどもね、でこの詳しい理由をですね、この度ね突き止めることができたんですよ。もうね、やっとね、こう自分の納得する言葉っていうんですか、内容がね見つかったんでね、今日はそのことをねちょっとねお話ししていきます。そもそも僕がですね、病院側から伝えられた内容っていうのは、ただただ薬の効き目が悪くなるから飲んだらあかんよってね言われただけであってですね、もっと詳しい話をね教えてほしくてね、あの薬剤師さんにですね、看護師さんを通じてね聞いてみたところなんですけどね、なんかその回答ではね、やっぱりあかんみたいやわとね、まあ、それ以上ね詳しく教えてもらうことはねできなくてですね、まあ、その後もね、あの調べていってもですね、一般的にこう伝えられてるってことっていうのは、薬の効き方が変わるからあかんとしかね出てこなかったんです。だからね、ああなんやね、もうやっぱこれ以上出てけへんのかなと思ってちょっと放置してたんですよ。でもしかしですね、最近になって改めて調べてみるとですね、詳しい内容を見つけ出すことができてね、なんとかね納得する答えが出てきたんです。そんなね、一部のね柑橘類にはですね、フラノクマリンって、ルイボスティーにはクマリンというね成分がね含まれていて、そのフラノクマリンっていうのを取ることで血中濃度が変わってしまうからみたいなんですよ。例えばですね、グレープフルーツに含まれるねフラノクマリンの中でですね、ベルガモチンとそのように呼ばれるね成分っていうのは、あのお腹のね小腸をはじめとするね消化管にね対してですね、阻害が強いためにですね、薬が代謝されずにですね、体の中に長くとどまり続けてしまって、血中濃度が上昇する結果、副作用が起こりやすいとなってるんです。でこうしたねグレープフルーツと薬のね相互作用っていうのはですね、グレープフルーツそのものだけではなくですね、ジュースとかねジャムとかもあるじゃないですか。そのようなね加工されたものでもね、こう引き起こされることが分かっています。そしてね、グレープフルーツ1玉またはですね、グレープフルーツジュース 200ml で全身の薬物濃度の上昇やね、それによる悪影響で引き起こすのにね十分だということがね分かってるんですよ。そしてグレープフルーツのね他にもですね、フラノクマリンを含んでいるものはね、薬との相互作用で引き起こすことがね指摘されています。そのフラノクマリンを含むね果物としてね、セビリアオレンジだとかね、ハッサクなどね、他にはスイーティーとかね、夏みかんやねライム、あとはポメロとかね、そしてみかんとグレープフルーツが交差されてできたタンジェロスなどがね挙げられています。そしてね、カナダのね内科学会によってね、まあ、2週間に1回発行されているね一般医学雑誌であるですね、カナディアンメディカルアソシエーションジャーナルにおけるね、その最新の報告によるとですね、現在では85を超える薬がグレープフルーツと相互作用する可能性があって、これらの薬物のうち43種類においてはですね、黄門菌誘拐症、呼吸抑制、消化管出血、腎毒性といったね重篤な副作用をねもたらすとしてですね、その数はもうその後も増加するといいます。具体的にはね、どういった薬がね相互作用を引き起こすかといいますとですね、大きく3つあります。で1つ目はですね、コレステロールを下げるいくつかのねスタンチン系薬剤でですね、シンバスタチンやアトルバスタチンなどが挙げられます。そして2つ目はですね、一部の高圧剤でニフェジピンなど、あとは高血圧のね治療薬であるねカルシウム血行剤ですね。そして3つ目はですね、一部の免疫抑制剤でございます。その中でもねシクロポリンなどがね挙げられています。まあ、免疫抑制剤なんでね、あの僕が飲んでる免疫抑制剤もねこの一部に入ると思います。他にもね、一部の抗生物質とかね、心筋薬、抗精神病薬とかね、抗うつ剤、睡眠薬などね、極めて多くの薬のね代謝に関わっています。でこれらの薬ではですね、酸化還元酵素でね人体に、ね、存在している生体異物を代謝する酵素のね主要なものの一つで、 CYP3A4 のね活性低下によってですね、薬の代謝が阻害された結果
果、体内でのね薬の効き目が強まって副作用の率が高まるというわけなんです。しかしね、腸内のね CYP3A4 酵素のね量はね、まあ人によってね異なりますのでね、酵素をたくさん含んでいる人もいれば、ほんの少しだけの人もいてます。そのためにですね、グレープフルーツはね同じ薬を飲んだとしても、この人と同じ薬を飲んだとしてもですね、人によって異なる影響を与える可能性を秘めている果物なんです。でさらにですね、グレープフルーツっていうのはですね、小腸のね細胞膜においてですね、吸収される働きを持つトランスポーター OATP っていうのがあるんですよね。それのね機能をね抑えてしまうことも分かっているんです。花粉症などによるねアレルギー性鼻炎やね湿疹の治療に使われる、ね、フェキソフェナジンはね CYP3A4 による代謝ではなくてですね、このトランスポーター AOTP をね通じてね吸収される薬の一つなんです。トランスポーターがね抑制されるとですね、結果として血液中に入る薬の量が、ね、少なくなって薬が効かなくなる可能性があるということになります。なので花粉の時期にね花粉症の薬が効かなくなるということなんですよ。でこうしたグレープフルーツとのね薬のお互いに対する影響の及ぼし合いはですね、長いもので3日から7日間をね持続するという報告もあります。このようにね相互作用の、ね、可能性があると考えられる薬を飲んでいるうちはね、グレープフルーツをね摂取はね控えた方がいいと思います。しかしですね、グレープフルーツというのはねビタミン C とかねカリウムなどをね豊富に含んでいるね健康には欠かせないね果物なんですよ。でもそのことについてね、2013年のハーバード公衆衛生大学院はですね、アメリカのね医療従事者350万人を対象にしたね前向き調査の結果ですね、グレープフルーツの他ブルーベリー、ブドウ、レーズン、リンゴ、ナシ、バナナをね週3回摂取するとですね、新型糖尿病にかかるリスクの低下がね関連していたことがね分かったことをね報告しています。ちなみにですね、果物のジュースをよく飲むことはね新型糖尿病リスクの上昇と関連したと言っています。このこともね、以前にお話ししたんですけどもね、果物がジュースに加工される時点でですね食物繊維が減ってしまうことがね影響しているのではないかと考えられているんですよ。一方ですね、イスラエルの、ヘブライ大学ハダッサ医学大学はですね、冠動脈バイパス手術を受けたね43歳から71歳のね高脂血症患者のね72人を対象としたね30日間のねプラセボ対象試験の結果ですね、グレープフルーツとねサボンからできたスイーティーのね新鮮なジュースをね毎日 100ml からね 200ml 飲むとですね LDL コレステロールが低下したと報告しています。まあね、生の果物の方がいいのかね、果物ジュースでもいいのかというのはですね、これについてはさらなる研究が必要だとされていますけどもね。さらにね、2019年のね4月3日に報告された論文によりますとですね、195の国や地域のですねデータの系統的分析の結果ですね、野菜や果物、魚やね全粒穀物を食べることはね長寿と関連していて、2017年におけるね死亡のね5分の1はね、劣悪な食事と関連していることと、その食事と関連する死亡の半数以上っていうのはですね、果物の不足のほかですね、ナトリウムの摂りすぎやね全粒穀物の不足にね起因していることがね判明したと報告しています。そんなグレープフルーツをはじめとするね果物は健康で長生きする上ではね欠かせない存在なんです。薬を飲む時ぐらいはね水で飲めばいいしね、僕が飲んでいる免疫抑制剤などのね特定の薬以外はですね、薬と一緒にねグレープフルーツを食べなければいいといえばね、そうなのかもしれません。しかしね、それでも食べたいんやっていう人に対してですね、すごいね光がね差してきたんですけども、一緒に食べることにはねどうしたらいいのかという視点からね、それに対して研究がね進んでるようなんですよ。2013年の3月にねロイターがですね、コレステロールレベルをね下げるスタンチンといったねその多数の薬剤とね有害なね相互作用をね誘発しているフラノクマリンの量がですね、もう非常に少ないねグレープフルーツがね開発されたんだよとね報じてね、そのハイブリッドグレープフルーツのね商品化を進められているということなんですよ。そんなねハイブリッドグレープフルーツのね大規模生産がですね行われるようになるのはね、いつ頃になるのかねわからないんでね、それはそれで楽しみですけどもね。しかしですね、品種改良されたものはね、自然で作られたものじゃないのでね、結局は少なからずやねフラノクマリンがねあるから、確率的には副作用が出る可能性もありますよね。グレープフルーツをね食べやすくすることはね本当にいいことなんですけどもね、それよりもね一刻も早く薬を飲まなくてもいい体になることがね大事だと思います。そんな感じでね、薬を飲んでるうちはグレープフルーツを食べたらあかんという理由としてはですね、フラノクマリンという成分が薬のね血中濃度を変えてしまって副作用が出やすくなるからだよというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。